サブチャンネルの更新になりますあのですね渡辺愛斗さ,さんがショールームアワードだったかな去年の時に、えー、と出た時にですねちょっといろいろ迷ったりパニックになっちゃったようなところがあった時にいろいろ助けてくれた、ね、ライバーさんがいたんですよねでその方がカムラソさんという方ですけれどもその人があのもともと山口真帆さんの「ショコラの魔法の」の、えー、オーディション公開オーディションみたいなのが ああ公開じゃないか公開オーディション的なやつがあのショールームでされていたのですがそちらの方にカムラソラさんが参加をするというのは以前どこかでツイッターか何かでつぶやいておりましてであの今回カムラソラさんがその山口真帆さんの映画で生徒役として出るということが分かりましたということですね。 いや良かったと思いますいや間接的にほらあの渡辺愛ゆささんを助けてくれる優しいライバーさんがですね山口真帆さんとねあの共演をしてくれるというのはありがたいなというところもありましてなんかこうほら渡辺愛ゆささんがもしかしたらねあのショールームの方でねあのいろいろ頑張っているからあのもしかしたらあのワンちゃんショコラの魔法出るんじゃないのかなとか思っていましたがただ愛ゆささんはねあのアイドルユニットというね やりたいことがありましたからそちらの方を今頑張っているところでしてで、神むそらさんがそちらの方ね、山口さんと共演をしてくれるというところで、まあ、共演と言いましたが実際どうなんでしょうね、あの、ショコラノワールに行くという形ではないのかもしれないけれどもね、生徒役ということなので、同じシーンに移るかどうかっていうところは微妙ですけれども、ただそれは普通に嬉しいことではあるなというところですよ。 で前のねサブチャンネルの動画でも言いましたがやっぱりこのねあのそういうふうに、えー、あゆささんもそうだしまほほもそうだし周りの人たちでつながっていくというのがねあの人の輪がつながっていくというのがねすごいいいなと思ったりはしたわけですよ。 もともと菅原理子さんのね「罪のない嘘で」であのねタ胆の婚約者役として出てたのがあの辰巳雄大さんと室竜太さんでしたけれどもあの室竜太さんの方は私は見れていなくて辰巳雄大さんバージョンの方でね舞台は見させていただきましたが。 山口真帆さんのね舞台の方の、ね、出た舞台の方の「走れメロス」の方で「文豪たちの青春」の方ではあの室ロ竜太さんねあの太宰の,あの親友役としてね出ておりましてなかなかよろしかったなと思うところですよ。それであの室ロ竜太さんや辰巳雄大さんのファンにもなった人たちというのもいるわけですから團ズオ役ですよねでそれからもちろん走れメロスの方ではあの、ね、太宰治役の、ね、内博樹さんね こちらの方とかもなかなかやっぱりファンになった人も多いなというところだと思うんですよね。まあそんな感じでね、やっぱり自分の推しが共演をして、推しと共演をしてくれた人たちのファンにもなっていくっていう形で、どんどんそうやって、あの、自分の中での興味の範囲が広がっていくっていうのっていうのはあるわけですから、そういうのはとてもいいことだなというふうに思うんですよね。ショコラの魔法6月ね、公開ということでね、まあ楽しみも増えていくわけですけれども、そうですね、まあ山口魔法さんのあのこのね、 映画での主演の晴れ姿も見れるとともにですね、神村空さんのね姿を見つけられたらいいなというふうに思うところですよ。特にね、あのあゆささんのファンの方はね、あの神村空さんも推している方もいらっしゃるということもありますから、なかなかこれは画期的なんじゃないかなっていうところですよね。 実際あのね NGT 卒業組の人たちはね自分たちのあのそういうね力と魅力とそれからその人工でねそうやっていろんなものを勝ち取ってきているというところがありますからそこは本当に実力でいってるというところがあって素晴らしいことだと思うんですよね。私ねねメイインンチャンネルルの方ででままあ、ま最近ははああ男子アイドル系が多いですけれども元々は、ねまあ えー、アイドル事務所いろいろありますけれどもそちらの方にいろいろとやっぱり自分なりに苦言というのがたくさんあったわけでそれに関しては今は女子アイドルの方メインチャンネルではねそんなに追ってはいませんが言うても結局のところ男子アイドル側の方もいろいろとじあのアイドル事務所というところのなんだかこれこんなんでいいのかなっていうところっていうのは常々思うようにはなっております。 で山口真帆さんにしても渡辺愛斗さ,さんにしてもねまあ皆さんねもうすでにアイドルではなくなってアイドルではなくなってみると実はかなり芸能活動がやりやすくなっているんじゃないのかなっていうふうに私には見えるんですよねでも彼女たちがやっぱりアイドルを続けたかったっていうところは忘れないようにはしたいんですがそれをあの彼女たちをつなぎ止めておくことができなかったというかその気が全くなかった。 あの日本のアイドル芸能事務所というところに対するそういう思いというのは私はあまり良い思いをね抱いておりませんが実際男子アイドル事務所の方もいろいろとございますですからやはりなんかね圧倒的にやっぱりアイドル事務所の方が少し、うん、なんか時代が昔の時代から変わっていないんだなっていうのがなんとなく分かってしまったっていうことですかね。 ケンウンさんはがっつりとね、あの、自分昔のやり方も踏襲しながら、YouTube とか配信もしていて、で、まあ、相変わらず強いですし、エイベックスはね、まあ、やっぱりなかなか、もともと強いなっていうところがありますよ。まあ、でも、いろいろそう、あの、あそこは、 あのタレント買い殺しみたいなところの噂があったりはするんだけどでもあの,リッタのファンクラブを作っってくれたたとところは本当に良かったなと思いますよあの想像へあの中国のオーディションの方で ABEX でぶっちゃけ干されていたような感じの男性グループたちが向こうであの2位3位4位であの通過して中国のアイドルグループにあの参加することが決まったんですよね。 でも、買い殺しにしていたというか、能力がめちゃくちゃ高かったんだけど、それが結局、日本ではできなかったというところは、ちょっと思うところもあるけど、それでも、そうやってあの中国に出して、そこでもともと買い殺しぐらいになっちゃっていた子たちをね、人たちを、そうやってやるというところの裁量はあったんだなという気はします。そ、まあ、それもそうだしまあちゃんと菅原理子さんとさをね タレンントととしてててファンクラブを作っっくれるっていうところそれから長谷川玲奈さんの「クロコダイルも」も、まあ、結構ね声優事務所ですけれどもいろいろ顔出しの仕事とかもたくさんやるというところでなんか画期的な事務所だなっていうところもあってなんかクロコダイルのねそういうもともと持っているフットワークの軽さそれからいろいろなことを試そうっていうところのそういうところはすげえなっていうふうに思うんですよねだからそんなに大きい事務所ではないけれどもかなりこう有力な感じの仕事が来ているっていうのがすごいじゃないですか。 まあ、いろいろと語りましたが、まずはね、やっぱり山口真帆さんと、神むらそさんが共演してくれるということで、これは、あのね、特に、アユうミンの方には嬉しいんじゃないかなっていうこともありますし、私もね、嬉しいですよ。というわけでね、サブチャンネルの方でご報告をさせていただきました。ね、ショコラの魔法がさらに楽しみになりましたね。はい、では、えー、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。